はい、栄養推薦入試面接質問出る順ランキング最後、10個目ですね。最後に質問はありますか、まあ、こういうふうに聞かれることもよくあるんですが、これが最大のそして最後のアピールチャンスになります。で、質問がない場合、逆にこのように聞いてみてください。質問はないんですが、最後に、自己アピールさせてくださいというふうに聞いてみましょう。で、そうするとまあ試験官の先生は、まあ大体許可してくれると思いますので、質問の代わりに最後のアピールタイムチャレンジしてみてはいかがでしょうか。で、あとはですね、まあ、質問がある場合はもちろん質問して問題ないんですが、まあ、もう事前に調べておけば分かるような質問であるとか、こう無粋な質問ですね、失礼な質問っていうのはやめましょう。で、まあ、できればその面接の中で話をした中で質問が作れると良いかと思います。